11月10日土曜日、藤原高齢者生活支援センター憩いで、まるっと7年本若戸が開かれました。最初に恒例のお誕生日のお祝い。11月生まれの人を皆さんで祝福です。生伴奏に合わせて、里の秋やもみじなどの季節な歌を楽しむのも恒例です。音楽を通しての健康と生きがい作りを目的に月に一度集まっている本若戸の皆さん、2011年に発足し、この日で85回目の開催です。そしてテーマソングの本若戸小唄を皆さんで軽快に口ずさみました。わずかな時間でも本若戸としてほしいという願いが込められたこの集い、お茶を飲みながらみんなでおしゃべりをして、家に閉じこもらず身も心も元気に過ごしてもらおうと、毎回趣向を凝らしたイベントが盛り込まれます。これまでさまざまなボランティアグループもこの会を盛り上げてきました。その数およそ100組。この日は7周年を祝い、いなべ市4町の音頭保存会の皆さんをゲストに迎え、そのメンバーの先導で参加者みんなで輪になり楽しく踊りました。5年前から参加しているという女性は、本若戸が開かれる日を毎月心待ちにしています。いつも楽しくたくさん刺激がもらえるのでとても嬉しいですと笑顔で話していました。また本若戸のボランティアスタッフの皆さんは、これからもこの雰囲気を大切にして、歌って笑って集える居場所を提供していきますと話していました。